しょげこが春賞を取ってメディア賞10冠になりました。現在の4期生のメディア賞はこんな感じです。しょげこが10、リオタムが4、カオリンが3、リナシが3、コニシンが1です。乃木坂5期生のメディア賞が井上凪ちゃんに集まった時と同じ感じがしますね。欲を言うとゴキみたいにもう少しばらけたらなぁと思ったりもします。メディア賞は初期の拡散には力になってくれますが、メディア賞の受賞がなかった梅澤美波さんは選抜に入ってキャプテンになってますし、自分の頑張り次第では知名度も人気も獲得できるので頑張ってほしいです。お日様の反応は？しょげこ、メディア賞10冠おめでとう。しょげこ、凪ちゃんに迫る勢いの受賞率、メディア賞なのぴょんでジェカホリンリナシあたりにもっとばらけると思ってた。メディア賞の偏りが半端ないね。今まで他の坂の新面ここまで偏ってはなかったような。日向坂のメディア賞は失敗できず、かつ明らかに時代の需要だからしょげこ一郎はしょうがない気がする。あの時点では無難なシミズリオ、おた人気を属してカオリンが白子に塩を選んだのは伝説になるかも。皆さんのメディア賞への意見をコメント欄で聞かせてください。ご視聴ありがとうございます。